ネイサン・バーンズは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州、ブレイニー出身の同国代表元サッカー選手。登録ポジションはフォワード。6歳の時にサッカーを始める。少年期の憧れは、ハリー・キューウェル。ユース年代ではオーストラリア国立スポーツ、研究者などに所属し、2005年には U-17、オーストラリア代表として U-17、世界選手権に出場した。 2006年に A リーグのアデレードユナイテッド FC でプロデビュー。2007年には A 代表に選出され19歳にして国際 A マッチ出場を果たした。2008年からはギリシャスーパーリーグのエックアテネ FC へ移籍。UEFA ヨーロッパリーグにも出場し充実した時間を過ごしたが、同国の経済危機により国外移籍を余儀なくされた。2012年には 韓国系リーグ、ニガーユナイテッド FCA 移籍。スピード、技術に優れ、攻撃的ポジションのすべてをこなせるアタッカーとして期待されたが、負傷もあって振るわなかった。母国での出場機会を望み、2013年に A リーグ入荷するジェッツ FCA 期限付き移籍。2014年にニガワとの契約を打ち切り、J リーグ移籍を模索したが契約に至らず、同年夏からは、 ウェリントン・フェニックス FC でプレー負傷によるスランプを克服し、鋭いドリブルを武器に、第8節のメルボルン式戦では、クラブ史上初となる A リーグでのハットトリックを記録するなど13得点を挙げた。シーズン終了後には、選手間投票で2位以下に大差をつけ、リーグ最優秀選手賞であるジョニー・ウォーレンメダルを受賞。オーストラリア人としては2007から08の ジョエル・グリフィス以来の受賞となった。また、2015年1月開催の AFC、アジアカップにも出場し、オーストラリアの初優勝に貢献。2015年7月、J リーグ FC 東京へ移籍。マッシモフィッカ電気監督からは便称性と技術を評価されにトップの一角として出場。同月25日の鹿島戦で、J リーグ初得点。 同年9月3日の 2018FIFA ワールドカップ予選のバングラデシュ戦で代表初得点を挙げた。同年末にはオーストラリア年間最優秀選手にノミネートされた。クラブでは自身の突破力を活かしたカウンターで相手守備陣を警戒させ攻撃を遅らせる働きできよ。甲不調の波の大きさもありレギュラー定着は叶なわなかった。2016年末には UAE 一部バニーヤース SC から高額オファーを受けたが FC 東京での先発ダッシュを望み同クラブとの契約を更新した2017年シーズンは元日本代表の大久保義人や昨年の得点王のピーター・ウタカの加入もあり J1 での出場機会が訪れず苦しいシーズンとなった同年6月23日に FC 東京との 契約が満了したことが発表された。同年7月13日にサンフレッチェ広島へ移籍することが発表された。2018年より古巣であるウェリントンフェニックス FC に完全移籍で復帰。2年契約で4年ぶりに復帰したウェリントンフェニックスではチーム2番目の高額な給与を与えられていたが、 度重なる怪我やシーズン途中の監督交代もあり、年報に見合う活躍はできず次第に序列を落としていった。2019年5月、契約満了により対談が発表された。U-23 オーストラリア代表でのバーンズ国際 A マッチ24試合3得点。ありがとうございます。